おっしゃ、はい、スタートしました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあ、やってまいりましたよ。ついに私の、ね、初中級セッションでございます。あおち、OK、中級セッションでございます。ちゃんとね、ネタもちゃんとしっかり考えてきておりますよ。さあ、あ、ね、今まで私は初級セッションをいろいろやらせていただいてたわけですけれども、もうね、ええやろということで、中級やってもということで、始めます。はい、では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 、はい、まあ、じゃあ今日はどんな感じでちょっとやっていいかというのをちょっと簡単に、説明をしたいと思います。まあ今日はそうですね、特になんか動画公開 NG の方とか多分いらっしゃいます。大丈夫ですかね。和田さん事務所、あ、大丈夫ですね。わかった、ね、いや、ジャニーズね、うるさいんで今ちょっとね、一応聞いて、はい、そうなんですよ。 OK です。じゃあ、まずは自己紹介からいきましょうか。まあ、とりあえずそれは置いといて自己紹介からいきましょう。はい、自己紹介、まずはあれですね、よいしょ、お名前と逆や、こっちこれ、お名前とあとどちらから、だいたいこの辺おっしゃってもらったりです。で、今日のパート楽器で、今日ちょこっととかね、どうしようかな。今日はね、最近やらかしたこと、あ、やっちゃった最近、あ、やっちゃったってことで、特にやっちゃったってことがない優秀な方は近況報告とか今日の意気込みを、おっしゃってください、はい、よろしくお願いします。じゃあまず私からいきます。はい、名前、私は、名前はフランシスコじゃなくて、新沢則明と申します。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらから、ありがとうございます、ね、あんま言うただけで拍手いただけでありがとうございます。はい、どちらから、今日は兵庫県宝塚、今日はって言い方おかしいね、なんか昨日はちゃうんかって話、ね、今日も、兵庫県宝塚に参りました。はい、ね、手塚治虫の有名な町でもあります、ね、はい、そうです。あと何が有名やろな、ちょっと考えとったんですよ。ですか、思い当たらなかったですね別にもうないかなみたいな。あ、そうや、兵庫県宝塚市ってウィルキンソンの発祥地なんですよ。ん？ウィルキンソン、炭酸。ああ、ウィルキンソン炭酸ってあるじゃないですか。あ、ありますあります。あれ実は兵庫県宝塚市発祥です。なのにウィルキンソンなんですか。なんでなんでしょうね。あれなんかイギリス人のウィルキンソンさんが見つけたかららしいですよ。ああ。そう。多分ゴンベイさんが見つけた、多分ゴンベイさん。はい。やってないかもしれないです。ね。吉田さんが見つけてた、多分なんかそういうなんか名前になってるかもしれないです、ね。そうですか。かもしれないです。わかんないですけど関西人のいわゆる知らんけどってやつですね知らんのかい、知らんのかいってね。そう、関西人ね、大体最後知らんけどって言うんで気をつけてください、ね、知らんけど、はい、さあ、まあそんなね、ウィルキンソン発祥の地でもあるんですよね。だそのイギリスのウィルキンソンさんが明治時代にその見つけて、そういうね、それが炭酸がこう、まあ、売れてたわけですよ。そうですね。で、らしいです。まあでも俺も最近知ったんですけどね。へぇ、ねまあ、ウィルキンソンは私ジンジャーエール大好きなんで、ね、いつも飲んでるんですけど、ね、うん、っていう兵庫県宝塚市から参りました。ちょこっと道具、最近やらかしたことありますね。これがやらかしたんですよ。この前ね、大阪の一番北と南って言われる、まあ、2つのエリアがあって、大阪の、まあ、中心街の梅田駅っていう、まあ、駅があるんですよ。で、その梅田駅の、その阪急電車っていうね、電車があって、その梅田駅にの中にポンガラカレーっていうごっつい美味しいカレー、スリランカカレー屋さんがあるんですよ。ね、渡辺さん前ね、うん、最近揚げてありましたもんね、カレー。ああ、そう。ああ、美味しそうだった。美味しそうだったね。また東京行った時連れてってください。
で、そこのポンガラカレーってカレー屋さんで、あの、普通のその白米もあるんですけど、私、あの、いつもそのカレー食べるときは絶対インドのバスマティライスで食べるんですよ。バスマティライスで食べた方が、あの、美味しいし、実はあの、玄米より GI 値低いんで、あれ。はい、実は。だからものすごい健康的なんですよ。で、いつもバスマティライスって、この 細長い、こんな。パッサパサのやつ。でもあれでカレー食べた方が美味しいんで、いつもバスマティライスで食べるんですけど、トッピングに、トッピングに、青唐辛子って書いてて、これは、これは行った方がいいやつかなと思って。で、その、ちょっと海苔で、青唐辛子の刻みを、あの、トッピングで。うわぁ。うわ。で、あの、なんかそんなにあの前情報やったらそこでそんなに意外と物足れへん辛さやっていうこと聞いてたんで、私辛いの好きなんで、ちょっと入れたろうと思って。で、その青唐辛子全部バーかけたら、で、それで、最後あんなスリランカ料理で混ぜて食べるんですよ、最後ね。混ぜてそのハーモニーで、あの、ね、楽しむんですけど、うん。もう見事に辛さしかなかったっていう。しかも尋常じゃない辛さで、なんかしばらく喋れんかったんですよ、ね。わかるわかる。唐辛子は、ね。うん。そうそうそう。で、うちの呼吸困難になるよね。呼吸困難ありますよね。なる。もう、だからセッションホストどころじゃなくなって、そう、偉いことになりました。っていう。ね、あの自己反省を込めて、次は、青唐辛子なしで食べに行きたいと思います。あ、でもめちゃくちゃ美味しい店でした。たぶん、あさっての多分12時に上がります。はい。はい、そんな感じで、どうぞよろしくお願いします。はい、イエーイ。よっしゃ。じゃあ、先着順で渡辺、さんって2人いらっしゃるんで、渡辺、じゃあ、じゃあな、国尾さんの方から行きましょうか。国尾の方ですね。はい、よろしくお願いします。Yes. Yes. よろしくお願いします。だからは、本拠地のある吉祥寺という町があると思うんですけれども、はい、まあ、そこのすぐ隣の駅に住んでいます。おっと。駅に住んでるんですか？え、それはなんか語弊しかないです、それ。おいしいな。吉田さん、美味しいな、今の。あ、15分ぐらいのね。ええな。でも、こう中級セッションですけど、今も常にあのボケもかなり中級でしたね。素晴らしいです。大きな拍手。はい。で、次の隣の駅ですね、吉祥寺の。はい、から。から。から15分のところに住んでるんですけれども。ほい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 。そうですね、あの中級セッションはあのオンラインの中級セッションを受けるの初めてなんで、ちょっと緊張する。あ、マジですか。はい、ようこそ、ようこそこちら側へ挑戦させてもらいます。 Yes。 で、パート楽器は、ベースで、yeah. 仲間OK です。じゃあ今日の意気込みですね、これね。 OK です。じゃあよろしくお願いします。ぜひ今日楽しみましょう。よろしくお願いします。Yeah. あの駅です。駅に住んでると今度使いますよ、ね、今度使おう。いいところは徹底的にパクるっていう、はい、ここ大事です。音楽にも大事ですね、これね。引用ですね。ね、よっしゃ。ほんなら、じゃあ次は太陽さん行きましょう。俺やらかしたこと言ってないですよ。あ、やらかしたこと、ほんまや。一応思い出なかったら今日の意気込みでも OK です。あ、なるほど。うん、なんでもいいです。で、やらかしたことあれば、じゃあやらかしたことで。言える範囲でいいです。言えない範囲のはちょっとやめていきましょう。お、ちょっと聞こえにくいですね。お、聞こえた。今聞こえた。昨日ですね、最近ちょっとハマっているあのパンデイロの関係で、うんうん、ああ、もう、たくさんの方に行ってきたんですけどもね。Facebook に上がっています。そう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 。もう早く行こう、早く行こうと思って、こう、着くのが早すぎてカレー食べちゃったりとかしてたんですけどね。ちゃんとあのベースの練習もしてから行ったんですけどね。うん。で、まあ一応は用意は準備万端で行って、途中の駅でちゃんとトイレも済ませておこうと。おー。行ったんですよ。なんか足んないんですよ。なんかずいぶん早くにですね、あの準備が整っちゃったんですね、トイレにする前に。おー。走ったと思って、ちょっと。完璧やと。ベルトをしてなかったんですね。おっと。おっと。おっと。これからはもう落ちてはしまわないかと。もう演奏どころでもなければ、もう歩くときはなるべく大股で歩いて。ああ、
ズボンなるほど、わかりますよ、よく何かのきっかけがないようにないようにと、もうそっちばっかりこう気が張ってしまったっていうね。だから、ああいうのって一回気に出したら何出したらなりますよね、うん、ずっと ね。そうそうそう、ねね。知らなきゃそのままだね。そう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 。結局落ちることなんかないんですけど。ないないない。気にしちゃって気にしちゃって、ね、もう誰かね、あの、あこいつってバレてんじゃないかと思って。全然バレてないんですけどね。そうやろ、逆にそこめっちゃきあの見てる人おったら怖いっすよね、逆にね。逆に怖いっすよ、それ。一人だけヒヤヒヤしてます。ああ、ちょっとそういうあのスリリングなパンデイロをやってやったわけですね、そういうの。なるほどな。美味しいっすね。いや、今美味しいな。ちなみにあの MVP の、 あの私 の、 あのセッションの MVP 内容は今日のトークの内容も含まれてるんで、審査基準に。おあ、では全てでは、全てではないです。はい。です。いや、そんな渡辺さんです。よろしくお願いします。美味しいな。さら、美味しい。よっしゃ、じゃあ、タイさん行きましょう。お願いします。はい。渡辺と申します。あ、渡辺、タイ子って言ってる。渡辺、タイ子さん。はい。今日も群馬県から参加してます。よかった、よかった。はい。明日は別のところでどうしようもね。そうですね。昨日はどこだったかなみたいな。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。パートは鍵盤です。鍵盤。ピアノで参加です。Yes。ちょこっとトーク。最近やらかしたことは。あ、今日やらかしました、そういえば。あ、今日っすか。あ、まあ、あ、ちょっと高いところの作業で椅子から落ちたっていうのもあるんですけど。え、大丈夫ですか。大丈夫ですか、いろいろ。ちょっとヒヤッとしましたけど。あ、ちょっとやったね、しかも。そうそうそう。あ、ちょっとでよかったっす。まあ、はたから見てたら、あーって感じですけど。意外と無傷で済んだっていう。あ、よかったよかった。それ一つと、はい、あとなんかちょっと夕飯の支度をしなくちゃと思って。なるほど。で、こう、なんか火をつけた感覚がないまま、油をこう、ちょっとこう、敷いて。はいはいはい。で、その火つける前にと思って、はい、なんか違うこと、なんか2つも3つもなんかやってたんですけど、おそしたら、なんか今日すごく気候が良かったんで、窓、家中の窓を開けて、で、夕方、あ、いい風だなぁなんて思って、隣んちからなんかいい香りがと思って、なんか魚を焼いてるような、まあ、匂いが、魚のような何か炒め物のようなみたいな。いい香りがこうプーンってきて、でそれがだんだん、うん、えっていう匂いに変わってきたんですよ。おっとで、まあ、ちょっとキッチンに戻ってみたら、うん、まあそのエゴマをちょっと知ってたんですよ、私。あ、エゴマ油ね。そう、もはーなってて。あー、赤いやつ、それ。うちかいみたいな。あいい香りじゃなくなってきて。あー、いいな。エゴマね、すぐ焦げちゃうよ ね、 ね。そう。エゴマもそこで焦げますね。そう、そこら中の換気扇をつけて窓も開けてまんま。あー、素晴らしい。あ、素晴らしくないな。素晴らしくない、ね。あ、まあ、あの、無事で何よりです。そう。はい。あの、セッションどこでなくなるんで下手したら。そうですね。はい。はい。水浸しで済むかどうかでしたね。なるほど、なるほど。そのね、エゴマの油もその火のかけ方によってストーリー展開があるっていう話です。はい。いや、大きな拍手。こんなまとめ方やるんだ、話。さあ、お待たせしました。最後はこの方です。吉田さん、じゃあお願いします。イエーイ。あ、吉田です。吉田さん。品川からです。いいな。はい。楽器は、なんだっけ、鍵盤。あの、あれです。あれ。あ、それです。あれです。それです。はい。1楽器が鍵盤で、はい、2楽器が、3楽器はちょっと夏休みが入ってるんで、次決めます。おー、ね、おー、すげえ。ね。そのうちだもん。で、なんだろう、あと、やらかしたことって、あんまり気づかないでやらかしてることがほとんどなんで、わかんないですけど。いや、OK、そう。
なんだろうね。カレーの話になったんで、カレーの話をしようとすると、はい、僕ね、辛いもの全然平気なんですよ。あ、あの、大丈夫かって言われるぐらい平気なんですけど、そうね、大学入ってすぐぐらいに友達とみんなで、長崎一辛いカレー屋に行ったんですね。ほうと言われてる。で、僕なんかでも全然へっちゃらなんで、はいはいはい、と思って思って。で、一番辛いのを頼んだら、その、まあ、いつもあることですけど、マスターが本当ですかって言うんですね。確認が入るんですね。そう、本当ですよねって言うから、ね、多分地元の人は知ってるんでしょうね。はいはいはい、でも僕なんか初めての店だったし、全然大丈夫だから、えっつって、それっつって、はいはいはい。で、食べたんですけど、はいはい、ちょっとすごかったですね。いや、すごかった。でもね、絶対負けちゃいけないと思ったんで、おもうしれっとしてね、ペロッと食べてたんですけど、まあ半日ぐらい友達みんな解放してくれてですね。そんな偉いことあったんですか？ええ、でも帰る時にはちゃんと美味しかったよっつってね、まあまあだよっつって帰ってたんですけど、でもね、店のマスター怒ってましたよ。あ、マジ怒ってた。いや、辛いなって言ってほしかったんでしょうね。あ、なるほど。あ、うん、意外と激やったから。普通に書いて、いや、もう死ぬほど辛かったですよ。はいはいはい、こんななってたんですよ。でも平成を装ってね。あ、なるほど。でも、また3日後に行きました。あ、すげえ。あの、もう辛くて来なかったんだなって言われるのが嫌なんで、もう一回行きました。はい、すごい。はい、でもう一回同じことが起こったんですけど、まあまあ、同じこと起こった。でもまあまあ、そこでやめましたけどね。あ、なるほど。あ、やめて。さすがに。マスターどうだったんですか、一回目。まあ、それを楽しんでるみたいなね。はい。あ、それあ、なるほど。はい、そ、水面下の攻め被害があったわけですよ、それね。そう。でね、カレーはね、もうかなり前のその辛いのを主張するとこだったんで、今は結構本格的なカレーが多いじゃないですか。あ、そうです。昔はね、そうじゃなくてね、なんかこう、とんがらしがいっぱい入ってたりね、あ、なんか要はまあそんなカレーだったんで、あんまり美味しくなかった。はいはいはい、わかります。辛さ勝負みたいなね、うんうん、そうそうそう。最近ってほら、結構みんな本格的じゃないですか、辛くても。まあ、そんな時代の話でした。はい、すごい、2回。深いな。そうそうそう。いや、わかりますよ、めっちゃそれ。うん、あの、辛いねんけど、その、辛さをこう出さないっていうね。あの、ちょうど。別にみたいな。そう。数日前の私もそうやったんで。はい、わかります。めちゃめちゃよくわかります。ね。いやー、いいな。多分、面白かった。いやー、拍手。はい。というわけですね。じゃあ、まあ、私の中級セッションなんですけれども、まあ、あのコンプのね、あの仕様とかも皆さん多分ご存知なんで、じゃあ、まあ、今日のもう中級セッションの説明に行きたいと思います。私の中級セッションのコンセプトっていうのは、あの書いたんですけど、ミックスとグルーヴってやつです。はいはいはい、あのシックスルーツのね、あのジャズ、ボッサ、ラテンと、あと、ね、ロック、ブルース、ファンクと、まあ、6種類のね、音楽があるじゃないですか。なんですけど、そのまあ1回のそのセッションで、まあ、大体1個のグルーヴ選んでやるじゃないですか。で、私 の, あの今回の中級セッションというのは、複数のグルーヴをこう行ったり来たりみたいなことになります。例えば、ロックとファンクとか、ジャズとブルースとか。うん、うん、で、もうちょっと慣れてきたら、これ3つとか、うん、4つとかになるかもしれないです。あ、今日はまあちょっと探り探り行きますけど、まあ、今日はとりあえず2つで行きますから、ね。皆さん慣れてきたらもう3つ、例えばあのロック、ボッサ、ラテンとか、ね、そういう感じでちょっとこうやったりとか、っていうのをちょっと考えてます。発展系として。そうやってミックスドグルーヴ。まあやってることは、私の初級選手だとそんなに変わらないですけども、そういうグルーヴを途中で変えるみたいなことがちょっとあり得るんで、はい。あの、それでまたちょっとこう違った楽しみが。あとはあの、縛りっていうのもちょっと私もそういうセッションの中で取り入れてるんですけど、縛りが、内容がまたさらにちょっと中級になったり、あとはあの縛りが複数2つとかになったりとかもすることもあるかもしれないです。はい、それもさじ加減見ながらやっていきたいと思います。うん、なんかそんなにあのややこしい縛りじゃないですけど、それが2つとかになったり、まあ、それはまたおいおいやっていきましょう。まあ、そんな感じです。
はい、初心者セッションの発展系ですね、要はね。そんな感じで、じゃあ一発目4小節の、まあ、コール&レスポンスをやりましょう。まあ、順番決めて、はい、順番決めて、まずはまあ基本なんで、ドートレートニオン、ドートレの2音、ドートレの2音で、ロックとボッサでいきたいと思います。最初ロックでいきます。最初ロックいくんですけど、あのある週から私ボッサに変えるんで、でまたどっかロックに戻すかもしれないです。戻さないかもしれないです。はい、なぜロックとボッサを行ったり来たりするんで、はい、あのそのつもりでという感じですね。ドートレの2音でキーは C ですね。で最初はロックで、そのうちボッサでいきたいと思います。で、あの私バッキングするんで、渡辺邦夫さんで、タエさん、吉田さんの順番でいきましょうか。あ、私も言うにか、私も入るか。入りますわ、私も。私最後。はい、じゃあいきます。はい、それでは参りますね。じゃあロックでいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。上がります？
あ、いい感じ、いい感じ、あ、いい感じ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 、オッケー、オッケー、ちょっとそんな控えめにしなくていいですよ、大丈夫ですよ、オッケー、オッケー、オッケーですよ、ええねんで、ええねんで、しゃしゃ、でも本当にいいよ、はい、あ、そう、それで、ね、ほんまにいいですよ、ね、ほんまにいい、ほんまあかんねんで言われたらどうしようかなと思ってしましたけど、ね、あかんねんみたいな、という感じでございますね、はい、よっしゃよっしゃ、いい感じです、じゃあ、ここで。まあ、ランダムグルーブ、こうさん、中級になったんで、ランダムグルーブ声かけコール&レスポンス。うわぁ、出た。はい。こうさんはとりあえず3連携のブルースとジャズで、グルーブチェンジで。最初ブルースで弾きます。で、ルールは、まあ、今までのそのランダム声かけと一緒なんですよ。まあ、最初私ブルースで弾いてるんですけど、次の方を指名するときに、例えば、タエさんジャズでとかってやったら、そこからジャズに切り替わります。はい、で、何もなかったらそのまま。うん、で、次またブルースに戻すときは、例えばじゃあ吉田さんブルースでみたいな感じで、なったら今度またブルースに戻ります。うん、っていうランダム声かけになります。はい。はい、です。ドートレートミーノさんを。で、キーは C。ですが、ブルースとジャズが入れ替わるんで、はい、それだけちょっと、ね、で私も当然入りますんで、4人でやりましょう。はい。じゃあちょっとやってみましょうか、これをね。はい、それ以外は他の、あれです。普通のランダム声かけと一緒です。ただグルーブが変わるんで、それだけいかずね。参ります。じゃあ、私から。ワン。私から行きます。渡辺さん。はい。哲さん。かけか。あ、そういうかけ。わあ。大さん。はい。国雄さん。Oh yeah. Okay. のりさん、はい、吉田さんジャズで、くにおさん、イエーイ、はいさん、イエーイ、てつさん、のりさん、たえさん、ブルース、はい、くにおさん、てつさん、はい、イエーイ、のりさん、たいさん、ジャズ、はい、
くんよさん、のりさん、はい、けつおさん、あ、くにおさん、はい、かえさん、イエーイ、はい、のりさん、ジャズで、イエーイ、あ、それがあれやんだ、クリオさん、イエーイ、テツさん、イエーイ、カイさん、イエーイ、あ、早かった行きます、クリオさん、イエーイ、のりさん、はい、鉄道さん、ブルースで、のりさん、両方言えるタイミングが、これまだ2種類なんで、2種類でまだあの今日初回なんで、ジャズとブルースみたいな結構その親和性のある、あの、うんうんうん、どっちも3名なんで、まだやりやすい、これがだからあのロックとファンクとか、あのボッサとね、ラテンとかだったらちょっと、あ、ボッサでラテンもマシかもしれないですけど、うん、ね、ロックとボッサとかいや、まあまあ、あのまだいいけど、結構そういうのもちょっとできたい、あと3種類とかそのうちやってたんで、はい、ほんであの、あの、その3種類の中に上がってないジャンルを言ってしまったお手つきみたいな。ありそう、別に何もないんですけど。お手つきやっても別に何もないんですよね。っていうような、まあ、ちょっとそういうのをちょっとまた後半に続くという感じでやりたいと思います。はい、じゃあ、まあちょっと、休憩を挟みたいと思います。はい、今もうすぐ40分なんで、ほんなら、はい、20時50分から。50分からまた新しい URL を出します。はい。はい。で、まあ、あの、ね、ぜひ水を飲んでいただくなり、休憩をしていただければと思います。はい、お疲れ様でした。また、次回、あの、後半戦もよろしくお願いします。お願いします。後半戦もよろしくお願いします。続きは CM の後。